対の空、続きからやっていきましょう。前回はいろんなキャラクターの名前が出てきて、いずれのキャラクターも訳ありそうな感じだったんですが、ただ起きた出来事としては高島ザクロさんが自殺で亡くなったっていう、それ以外にこれといって目立ったことは起きていないかなっていう感じでしたね。でパート1で完全に言い忘れていたんですが、僕が購入した対の空は原作版のパッケージを購入しまして、っていうのも対の空には原作版と2020年のリメイク版の2つがあって、リメイク版は素晴らしき日々っていうゲームの 10th アニバーサリーパッケージに同梱されていたみたいです。そっちは全然絵柄も違ってボイスもあるみたいなんですけど、ただ僕は原作版を購入したのでこちらの方をプレイしていきたいと思います。ちなみにいずれも現在は入手困難でプレミア価格になっています。じゃあ本編進めていきましょう。これは2日目ですね。日付表記で言うと14日か、なんかよくわかんない表記でしたけど、あれは世界の滅亡までを表してんのかな20日経っちゃうと世界滅亡しちゃうみたいな感じなのかな。女子高生、女子学生だからんじゃない、そうノストラダムスの大予言、年の7の月ならもう終わってるじゃない。でもね、あれも諸説あって、9月なんでそれって今年の、嘘、あと来年の、来年、それなら今年の11月とかの話知ってる、何嘘なら、今月の終わりに、そういう説もあるのよ。ってことはそう今月よ、今月に世界が終わっちゃうのだからね。ほうノストラダムスの大予言って僕は全然世代ではないんですけど、有名な話ではありますよね。世界滅亡を予言したみたいな、そんなやつだったっけ、なんだかな。朝は高島の自殺話で盛り上がって、昼はノストラダムスの大予言でつなぐってか。高島のやつ世界の滅亡とか言ってたんだよな、あいつあのこと琴美以外に言ったのか。やっぱり日付が変わるタイミングで出てくるあの表示っていうのは世界滅亡までを表してんのかな、20日になると世界滅亡しますよみたいな。あいつあのこと琴美以外に言ったのか。言ったとすると、いやそれはあるまい、高島が琴美以外に話せるやつなんていなかったからな、単なるバカ話だろ、じゃあなんでその話広まってんだ、他のやつが言いふらしてるとか、今のところきな臭いキャラ、そういうことを言いふらしそうなキャラクターとしては、おとなしさんだっけ、おとなしさんとあとマミヤかな、あの挙動不審だったやつ、その二人ぐらいかな。ユキト、なんだことみ、さなんだよ、いやあのね、お昼ご飯もう買ったかなって。なんでだよ、いや別にね、何お弁当作ってきてくれたの、たださ変なやつ、弁当なら今から売店で買おうかなとか考えてたところだ、とこだけど。そうなの、そうだよ。ならさ、お弁当食べない、は食べるも何もその弁当が売店行かないとないって言ってるだろ。いやね、お弁当作ってきたんだ、ユキとの。うわ、いい子甘酸っぱいなそんな青春送ってこなかったぞ俺はあー飛ばしすぎちゃった。いやついでにね、材料余ったし、珍しいこともあるもんだな。だから材料余ったから、いや大地震でも来るんじゃないか、うおすげえこんな絵柄の立ち絵もあるんだ。だから材料余ったからだって言ってるでしょ。なんだろうな、ツンデレキャラはツンデレキャラだけど、そこまで露骨なツンデレっていう感じではないな、琴美さんは。ベースがツンっていう感じではないな。へえ、何よ、バカユキトがいつもの売店のパンでかわいそうだと思ったから、お情けで余った材料で作ってやったのに。やっぱりバカユキトなんかにお情けなんてかけるんじゃなかった。バカユキトはバカユキトらしく売店のパンでも食べてたらいいんだ。わかった、怒るな、ちょっとからかっただけだろ。からかったですって、あーごめん、謝る。ふん、じゃあ屋上行くか。屋上？この真夏に？あ、確かにな屋上行ってるけど真夏の屋上って一番暑いところじゃない確かに、言われるまで気づかなかった、屋上の概念がないから学校の屋上を知らないから。大丈夫、いいとこあるんだ。うわ気持ちいい、いい風、ずっとこの学園にいたのにこんな場所あるの知らなかった。機嫌直してくれたか。私はさっきから機嫌なんて悪くなかったよ。
覚。何よ。なんでもない、なんでもない。主人公は鈍感なんじゃなくて気づいた上でからかってんのか。いい場所だろ。うん。さすがユキトだね。伊達に授業をサボってるわけじゃないんだね。それ褒めてるのか。うふ、多分ね。あ、そう。お弁当食べよ。おう。おお、寄った。寄っただけで斬新に感じるな。タコさんウィンナーあるな。見た目はまともだな。何よその言い方。見た目だけじゃなく、見た目だけでなく味だっていいはずよ。ふむ。なんでお前は俺の食べるのを待っているのだ。待っているのだって。時折口調が変なんだよな。え？なんでお前から食べないんだ。いや、ユキトの口に合うかなと思って。あはは。まあいい。ハグ。どう？うまい。おいしい？お。ほんと、食べられる？ちょいと待て。食べられるってお前。やっぱり俺に毒味させたんだな。いや、そんなことないって、あはは。仲睦まじいな。うん、平和ですね。うん、嵐の前の静けさなのか、これが。さあ、食べようよ。冷めちゃうよ。冷めちゃうよってお前。弁当なんだから。うるさいわね。男のくせにガタガタいつまでも言ってんじゃないの。あ、ウインナー美味しい。タコウインナー。そうよ、可愛いでしょ。文句ある？ありません。よろしい。ほらほら、次はカニさん。カニウインナー。何を？なんでもないです。ユキトはここでいつも何してるの？やっと話が変わった。いつまでもイチャイチャしてんじゃねえよって思ってたけど。本読んだり昼寝したり。ふーん。なんでだ？ユキトとお隣同士で学校もずっと一緒だったし。ユキトのこと結構知ってるつもりだったのに、ユキトがこんな場所を持ってた、こんな場所を持ってたことも知らなかった。だな。ここでユキトがどんな顔で過ごしてたか全然知らなかった。どんな顔っていつも通りだろ。どうかな。同じ顔だけど違う顔。私の知らない顔を、ついの顔っていうこと。そんなもんかね。よくわからないけど。そんな感じする。ここがあったから、昨日みたいなユキトの顔があるみたいな。何それ。なんでもない、なんでもない。いろいろと考え事してるから、そっちはまた別の顔っていうことなのかな。なんでもないよ。そう。さっきもノストラダムスの大予言の話と自殺の話で盛り上がってみたいなことを考えてたもんな。話変わるけど、クラスで今さらノストラダムスの大予言が流行ってるみてえだな。違うよ。ん？何が？ノストラダムスはあの人たちなりの証拠の一つよ。ん？ああ、じゃあまた違う人が世界の滅亡がどうのってやっぱ言いふらしてるわけだ。それと、たまたまノストラダムスの大予言を結びつけて、会話してるっていう感じなのかな。どういうことだ？ものすごくバカバカしい話なんだけど、高島さんの自殺が世界の終わりに備えてのものだったって。まあでも、高島さんが単に気がめいって自殺したとか、何かの事情で、家庭の事情とかそういうもので自殺したっていう感じではなさそうだったもんな。琴美さんに急にお礼を言いに来たって。その世界の滅亡を止めるために自殺したみたいな感じなのかな。なんだそれ。今月の20日に世界が終わるって。高島さんが死ぬ前にそれらしいことを言って回ってたらしい。ノストラダムスの大予言はその話と合うから。だから本当なんだってみんな噂してる。おいおい、そりゃおかしいだろ。俺もよく知らないが、あれって何個も解釈があるんだろ。そうらしいけど。何個もある諸説のうち一つと合ってたって、何の証拠にもならねえだろ。なんてバカな連中だ。みんなおかしいよ。どうしちゃったんだろう。そうだな。ユキト、なんだ。なんでノストラダムスの予言の解釈っていくつもあるの？俺もあまり知らないが。確かノストラダムスってやつは、それまでの聖戦術に批判的だったらしくてな。ノストラダムスって結局何の人なんだったっけ？数学者とかだったっけ？そうやってやつ独自の聖戦術を作り上げたらしいんだよ。とか言っても、彼独自の神秘の計算式や霊感やらで怪しいもんらしいが。まあその聖戦術と聖書を組み合わせて一石予言をぶちかまそうとした。それが百紙編集だ。そのこととノストラダムスの諸説にはどういう関係があるの？
実はな、旧約聖書で聖戦術は禁止されてんだよ。ああ、そうなんだ。当時の教会も少なくとも表向きは聖戦術を、先制術ね。先制術をご法度としていたらしい。うん、だから、ノストラダムスは百紙編集という詩集の形で予言を書いたということだ。うんうんうん、なるほど、なるほど。っていうことは、そう、教会に対するカモフラージュだから詩という形で、なおかつ分かりにくい形で予言書を書いたって話。なるほどな。だから諸説あるわけだ。ふーん。まあだからこそ解釈し放題なわけ。うん、解釈が100あればそのうちの一つは当たるだろう。うん、それがノストラダムスの大予言ってやつだ。そうなんだ。そういえば、高島そんなこと本当に言ってたのか？お前あったんだろ？私を救うって言ってた。そうか。うん、お礼を言ってかつ、琴美さんを救うと。当たり前のことだが、ノストラダムスの大予言なんて出来の悪い妄想だ。まともに考えれば小学生にすらわかること、うん。だがそんなことは重要じゃない。重要なことはそれを信じる人間にとってそれが本当足り得ることだ、うん。もし世界中の人間が全員滅亡を信じたら、世界はその通りになるだろう、うん。まあでもそういう占いとか、予言とかっていうのはそういう占い師の誰かが言っていたみたいな話は二次情報三次情報で小耳に挟んだんですけど、うん、占いの重要なところは当たるか当たらないかっていう部分ではなくて、予言を提示することによってその人が考えていなかった将来のことについて目を向けるっていうことが占いとか予言にとって重要な部分だみたいな話を聞いたことあるんですけど、まあそれは一理あるなって思うんですけどね。うん、だからそういうノストラダムスの大予言で世界が滅亡するって聞いて、それを鵜呑みにしたらしたで、うん、慎重に行動するようになる、生産性のある時間の使い方をするようになるっていうのが、まあ、うん、ただそういう外れる予言というか適当な予言だったとしても悪いことばっかりではないんじゃないかなって思ったりはしますけどね、うん、しかし絶対にそうはならない。こうか不幸か、世界的に見てノストラダムスの大予言は実はドマイナーだからだ。ああ、そうなんだ。これが騒がれてるのは日本ぐらいのもの。滅びるとしたら日本だけか。もちろんそんなことにすらならない。しかし、それが起こりうる場所があるとしたら、閉じられた空間で閉じられた共同体でそれが信じられたとしたら、ああ、学校じゃん。うん、しかもそれがどこかの国のどこかの時代の誰かが予言したものではなく、その集団に属する者の死によって表された予言だとしたら、それは本当足り得る、うん、20日に世界が終わる。ああ、やっぱりそういうこと。高島はそんなことまで言ってたのか、うん、このことは琴美には言ってないはず。ならば誰にそんなこと。それとも高島はそんなことなど言っておらず、勝手に20日に世界が終わるなんて噂が広まっているのかも、うん、まあでも自殺したのは他の学校の生徒3人、みんなで3人で、高島さんも含めて3人で自殺したみたいな話じゃなかったっけ。だからその辺も気になりはするんですけどね、うん、どちらにしろあまりいい傾向ではない。うん、なるほどな。集団的にそういうパニック状態じゃないけど、うん、自殺じゃねえ、世界滅亡のことを考えすぎて世界滅亡の方に逆に寄っていっちゃうみたいな、引き寄せられていっちゃうみたいな、そういうことが言いたいわけだ。うん。で、しかも客観的な意見っていうのが入ってこない学校みたいな、そういう閉鎖的なコミュニティだったら、うん、それが現実化されてしまうみたいな、再現されてしまう可能性が高いっていう話か。ユキトってば。ああ、琴美。何ぼーっとしてるの？授業終わってるよ。ああ。私、これから部活出るから。ユキと先に帰って、うん、暇だから待っててやるよ。お、内心ちょっと気にかけてんのかな。え、でもそんなん悪いよ。悪くねえよ。俺が待ってるって言ってんだから。それとも迷惑か。いや、全然迷惑なんかじゃないよ。私も一人で帰るの寂しいし。じゃあ昨日と同じ要領で。なんか今言ったか。うん、なんでもない、なんでもない。うん、部活が終わったらね。なんだ？お、じゃあね。うん、教室には誰もいない。どうすっか。ユキト先輩、ヤスコ何者？後輩？お、後輩。
あ、お前は、ひどいユキト先輩、私のことまだ覚えてないんですね。いや、そんなことは。あれ、あの横山やす子。そうそう、横山だ。あれだ、うちのクラスの横山清の、ギーマイ。これこのギがつくと読めなくなるんだよな。うん、ギマイだろ。ブー、義兄のことなんてどうでもいいんです。横山やす子として覚えてくださいよ。あ、わかったわかった。次やって覚えてなかったら承知しませんからね。お、横山清か。うん、なんでもない。西川清師匠と横山康師匠のこと脳裏によぎったけど。それより琴美先輩はもう部活行ったぞ。え、そうなんですか。一足違いだな。あ、そうですね。あー、なるほど。琴美さんと関係があって、それで主人公のことも知ってるっていう感じなのかな。あ、書いてたわ。そういえば横山の義妹は、琴美の部活、つまり剣道部の後輩にあたる。こいつは琴美に憧れているようで、いつも琴美琴美って言ってやがる。琴美はどうやら女子に人気があるみたいだ、うん、だから色気がないんだな。あれ、まだいる。琴美は部活に行ってるぞ。はい、ここにはもういないぞ。お前も行かないのか。なになになに、どうした横山の義妹。安子です。ああ、安子。ユキト先輩って物知りなんですよね。いや、無知猛舞の民だが、読めねえ。琴美先輩から聞いてます。ユキト先輩はくだらないことをたくさん知ってるって。くだらないこと。あいつ殺す。いざという時に頼りになるって。まあ、殺すのは延期だな。すぐに殺すとかそういうことを思っちゃうあたりがまだまだね、青2歳ですね。で、何が言いたいの。世界は今年の20日に滅びるんですか。は、世界の終わりが近づいているって本当なんですか。は、違う学年の学生までそんな馬鹿げたこと言い出してるのか。教えてください。世界は滅びないよ。本当ですか。ああ、滅びない。本当に本当。ああ、本当だ。近い将来に滅びることなんてありえない。ましてや、あと6日で滅びるなんて。ああ、じゃあ、あと6日ってことはやっぱりあの表記と一緒だな。じゃあ、嘘なんですね。信じますよ。おう。はい。じゃあ、部活行きます。おう。おう、みんなして信じてるっていう感じなのかな。うん。まあ、今のところ元気そうな女子がみんな信じてるっていう感じがあるから、やっぱりそういう単なる噂話みたいな。うん、主人公の見解も否めなくはないけど、どうなんだろう。でも高島さんも滅びるって言って亡くなっちゃったし、うん、そのあたりが怪しくありますね、うん、ふう。よもや安子までそんなこと言い出すとは。20日に世界が終わるっつう噂、結構根が深いかも、うん、しかし今のであいつ本当に納得したのかな。何にもそれらしい説明しなかったんだけど、いいのかな。ちょっとマナーモードにしとこう。通知がすげえ来る。何の説明もしてないのに勝手に納得して信じますとか言ってたな。それってやっぱり問題あるんじゃないのか。まあいいか。ああ、ここで行動ができるようになると。じゃあ屋上行こうかな。音無さんに会える。屋上。あ、いた。お、音無。ああ、普通に声かける。いたずらする。ああ、どうしよう。いたずらする、そのいたずらした反応も見てみたいけど、普通に声かけよっか。音無、ゆきとくん、また次の空とか見てるのか。うん。面白いか。うん。そうか。おとなしはまた空を見始めた。あー、それ以上のことは知れないか。次の空について詳しく知りたかったけどな。じゃあ教室。教室には誰もいない。高島ザク、あー、これ一緒だな。前日と。じゃあ旧プール。マミヤがいたと。マミヤ、なんでいつもプールにいんの。そしていい顔してんな。急にキリッとしたな。お、マミヤ、水上くん、君ならもしかしたらわかるかもしれない。お、だが君に挨拶はしないよ。何、どうした急に。昨日そんなキャラじゃなかっただろ。なぜならば僕の前に立つ人間が一流か否か確かめなければならないから。なんだこいつ。なんだこいつは。だから僕は挨拶しないよ。
僕、今は三角なんだ。三角？そうだよ。今の状態はまさに三角形なんだよ。はあ。君がもしここに来てくれれば、ここに来ることができれば四角形になるんだ。だが僕からはそれをなさないよ。君が決めるんだ。そうだよ。僕は行くよ。行ってらっしゃい。なんだあいつ。何か起きてんな。マミヤは、何なんだ？その世界滅亡の話と関係あるのかな。完全に何かに乗っ取られている感じだったけど、どっちが素なのかわかんないけどな。昨日のあのパニクってる様子と。マミヤは消えていった。なんかやばくないか。僕は行くよとか言っていたけど、うん。確かに行っちゃってるな。普段がどっちなのかわかんないけど、やばい気がするみたいなことを言っていたっていうことは、あっちの方がやばいのかな。でも前日は前日でやけに怯えてるみたいな言い方もしていたもんな。普通の状態が知りたい、マミヤな。50% の状態知りたいな。今んとこ 100% しか見てないからな。じゃあ肛門。肛門は、お、マミヤ。マミヤいた。マミヤ。いや、断りを学んでいるかい。君の体、君は体の人なんだ。僕みたいに断りを学ばなければならない。確かに君の体は賢い。断りを学ばなくても十分世界を知ることができる。時には僕の断りすら及ばない認識に至ることもある。だが断りを学ばなければ君のように悟れないよ。僕のように悟れないよ。悟れなければそれ以上の認識など想像すらできないよ。法、弁証法的螺旋階段。高次元の認識に向かい、登りたまえ。なやばい宗教にはまっちゃってる。うん。マミヤは消えた。なんなんだ。心配だな。また違う、キュープルであった。キュープルであったのか。教室行ったらマミヤいる？マミヤが黒板に何か書いていた。何やってるんだ？今の四角形の理論を書いてるんだよ。四角の理論？そうだよ。何それ？高次元への道だよ。今までが三角だからね。三次元が四次元になるみたいなことが言いたいの。ふん。できた。はあ。水上くん、これを理解してもいいよ。はあ、恐れ入ります。では。マミヤは教室から出て行った。やっぱり高島の自殺や世界の終わりの噂のせいか。あいつ確実にヤバくなってる。うん。だから前日の時点で世界滅亡がどうのっていうのがマミヤの耳には入っていたのかな。うん。マミヤはそれを聞いてパニックになっていて、そこにつけ込まれるようにヤバい宗教にはまったみたいな。そういう感じにしか見えないけど。どうやらマミヤのやつマジでおかしくなりつつあるようだ。と言っても、俺がやつを病院に入れるわけにもいかないだろうし、医者じゃあるまいし、どうもできないし。うん。まあ、あんま刺激はしない方がいいんじゃない？俺が先行どもに進言するなんて選択肢問題外だよな。まあ、そのうち親とか先行が気づくだろう。その先行ってやつ。これキャラクターって本当に高校生なのかな？なんとなく高校生かなって思っていたんですけど、ひょっとしたら中学生かもしれないっていう、その説が自分の中でよぎり始めているんですけど、でも説明書には中学生なのか高校生なのかっていうのは、別に書いてなさそうなんですよね。うん。高校生っていう認識でいいのかな？高校生にもなって先行とか言うのはちょっとどうなんだ。うん、どこに行ったんだろう。今までマミヤが行ってないの、屋上にマミヤいる？音無さんしかいないか。音無は空を見ている。うん。でもこれ体育館行ったら話進んじゃうよな。旧プールに行ったらまたいるとか。暑いしプールで泳ぎたいな。それ旧プールで言うことは。新プールに行けよ。室内にある。水がねえけどな。シンプルは使えないのかな、勝手には。まあそりゃそうか。こうも同じとこ、とりあえず体育館行ったら話が進んじゃうので一通りさらっと見てみて。うん、いないな、マミヤは。じゃあ体育館行っちゃうか。体育館ではいろいろな部活動がやっている。ことみ、ああこれも読んだことあるな。はい。よう、ことみ。あ、ゆきと部活頑張ってるか。うん、もう少し待ってて。あー、はい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 。ことみ先輩、安子が来た。ほら、後輩たちが呼んでるぞ。うん。じゃあ、後でね。あー、じゃあ、まだ、もうちょっとうろうろする必要はあるのか。もうちょっとうろついて。でも、今のがフラグで何か、
イベントが起きてたりしないか。ここも2回行っちゃった。キュープール。あー、特に変わってないか。まあ、これでもう1回、ん？でも体育館行けな、あー、行けるわ。体育館行ってこれで進むか。どうやら部活は終わったようだ。俺の姿を見つけると琴美は走ってこっちに来た。ごめん、待った。いや、それ、この辺も一緒だな。着替えるから待ってと。うん、更衣室に消えていった。じゃあ帰ろう。おう。まあ、この自由行動時間は音なしさんとマミヤと接触するための時間っていう感じなのかな、うん、ごめんね。何が？毎日毎日待っている時間退屈でしょ。なんで？だってやることないでしょ。別に。ありがとう。いろいろあるけどな、やることどうしたの、ユキト？ぼーっとしちゃって。ぼーっとしてるんじゃなくて考え事してんだよ。そうなの？そう見えないね、ユキトって。見えない？うん、なんかユキトの考えてる姿ってぼーっとしてるように見える。まあ、大体の人そうだろあのな、人をバカみたいに。だってユキトってバカじゃん。なんだと、うん、バカだと思う地頭いいタイプのバカのような気がする。あははは、冗談だよ。ユキトいっぱい本読んでるし、成績だって私ユキトに数学と物理全然かなわないもん。まあ2科目とも好きだからな、うん、理系っぽいもんな、主人公は。数学と物理は学年でほとんど1位なのに、古文と歴史は、必ず赤点だけどね。う、必ず赤点で、今学期も夏は補習だよね。もう強調しなくていい。えへ。ってことは、そういう口ぶりってことか、琴美さんはそういう文系得意なのかな、文系科目が。ちなみに他の科目は大半琴美か音無彩菜がトップと。へえ、琴美さん結構頭いいんだ。数学物理に関しても音なしは俺の点数を超えることがままある。だいたいその時は俺が100点を取り損なった時だ。すごいな、屋上でサボってんのに100点取れるって結構頭いいんだな。琴美がコンスタントに点数を取るのに対して音なしはムラがある。ああ、そうなんだ。100点か 0点かという凄まじいものらしいすごいな、いいないいな、そういうの。ゼロ点の時の回答は意味不明な言語で書かれている。多分やる気が出ないとふざけるのだろう。へえ。あいつの性格ならあることだ。若月琴美、音なしあやな。この二人はこの学校の大事な優等生なんだ。すごいな、琴美さん。成績優秀で剣道もやっていて、そして女子からの人気も熱いって。一人は色気なしの暴力女、もう一人授業をサボりまくるダウナー系不良女本当に口悪いよな、主人公って、うん、色気ないのは主人公もそうだろそんなんがこの学校の優等生とは。何よ。はい、今何考えてたのよ。何でもない、何でもない。ブー、なんかまた私の悪口考えてたでしょう。そんなことないよ、ははははは。じゃあ何考えてたのよ。あのな、さっきお前と別れた後すぐに剣道部の安子に会ったんだよ。うちのクラスの清志の義妹の安子ちゃんに。本当に世界が終わるのか俺に聞くんだよ。ユキトなんて答えたの？滅びないって。そう、なんでだ。ユキトにそう言われた後になっても世界の終わりを怖がってた。うん、まあそんな気配はあったな。私もそんなの嘘だよって言ったのに。それでも怖がってんのか。うん、まあそれはな、うん、何の証拠、何の確証もないもんな。滅びないっていう確証もなければ滅びるっていう確証もない。ん？逆か。滅びるっていう確証もなければ滅びないっていう確証もないからな。一旦は納得するんだけど、また。みんなおかしいよ。間宮君に会った？おう。なんか言ってた？いろいろ言ってたな。四角だの三角だの。わけわかんないこと言ってたな。やっぱり。お前会ったのか？あったっていうより見かけたの。なんか資格がなんとかって言ってた。うん。やっぱり。ユキト、なんだ。世界終わらないよね。当たり前だろ。そうだよね。うん。まあ、いろいろと説得力のある事象というか、それが結びついていっちゃってるからな。信じ込んじゃうのも無理ないよな。ことがことだし、世界が滅びるって。うん。明日朝練があるんだ。で、明日迎えに来れないから遅刻しちゃダメだよ。
ああ、わかった。本当にわかってるの？お前が来ないからゆっくり寝れるってことだろ。違う、ちゃんと起きるんだぞ。はいはい。ああ、飛ばしちゃった。たまにダブルクリックしちゃうな。うん、わかってるよ。それならよろしい。じゃあね。お。怯えている。琴美もまた。うん。そして俺も。みんな不安なんだ。子供の頃聞かされて、恐怖した世界の終わり。大人になり、みんなそんなことはバカバカしいと否定する。ああ、なるほど。この時代的には、主人公とかその辺の学年の人たちは子供の頃に聞いた話なのか。ノストラダムスの大予言っていうのは。が否定しても否定しきれない何かが残る。それは願望にも似た恐怖だ。多分世界の終わりが不安なのではなく、終わらない世界が、終わりの存在しない世界。つまり、この世界が恐ろしいんだ。うん、怖いんだ。誰もが否定して、誰もが否定しきれない。終末。それは終わらない世界。終わらない日常のネガでしかない。だから、いくら世界が終わらないと言っても、終わらないと言っても聞かないんだ。世界が終わらないからこそ、世界の終わりを怖がる。なるほど、なるほど。そんな逆説があり得るのか。多分あり得ると思う。終わらないことと終わることは表裏一体。それは対になってこそ存在を許されている。それは違ったものでなく、裏表で一つのもの、つまり同じものなのだ。何かの表紙にひっくり返ることだってあり得る。何かの表紙にひっくり返る。それが、俺たちは不条理な性に怯えている。生まれたことを呪っている。生と死は対になっている。だから死に怯える。死という言葉があり、無とは区別するのは、そういうことなのではないだろうか。俺にはそう思える。よくわからないが、そんな気がする。まあその、おお、次の日に移ったが、次の空っていうのが、前のパートでは新たな世界の到来を意味する言葉だみたいなことを言ったんですけど、正しくはパッケージの裏には、始まりでも終わりでもないみたいな、なんだっけ、世界の終わりを宣言する、それは始まりでも終わりでもない世界の到来の兆しっていう書かれ方がしてあったんですよね。それと今のセリフが関係しているというか、もう少し掘り下げた内容っていうのがさっきの主人公のモノローグなのかなっていう感じはしますけどね。はあ、まあとりあえずみんながおかしくなっちゃったというかおかしいことはないけど、そういうでっかい世界滅亡っていうでっかい話題を前に、そして高島さんの死という、信じがたい出来事を前に、みんながちょっとパニック状態になっているっていう感じですね。これが学校の中だから、よりそのパニックが伝染していってる、みんなに伝染していってるっていう学年をまたいで、そういう感じはありますよね。1999年っていうことは、ノストラダムスの大予言とどれぐらい後の話なんだろう、10年後とか、ノストラダムスの大予言の10年後の世界とかなのかな、時代的に。はあ、じゃあまあそれを結びつけて考えちゃうっていうのも無理もないのかな。多分今の時代だったらその辺の話結びつけて考えるっていうのはあんまり考えにくいけど、この時代だったらそういうのもありえるのかなっていう、割と現実味のある話ではありますね。みんなその話を学校の外に持ち出して大人とかの意見も聞きゃいいのになとかあと先生とかももうちょっとなんか言ってあげればいいのになとか思ったりはするんですけど、まあその辺は気になるところではありますが、次回から見ていこうかなと思います。とりあえず今回は収録ここで区切ろうかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。